アメリカが尖閣諸島へ侵入したことで、分かった中国への牽制を確認した。当初、アメリカ国防総省は、日本領土と、はっきり明言していたが、実際はどうなっているのだろう。また、バイデン政権に代わって、今後の政策は、どちらに優位になるのか、台湾や日本の今後は、どう変化していくのだろうということを見ていくとしよう。今年も、2020年に、引き続き、尖閣諸島の近海では、中国公船の活動が増加する一方であり、最近でも、2021年2月20日と21日の両日で、日本領海への侵入行為が発生するなど、緊張感を漂わせた。この両日に、不審な行動を起こしたのは、中国海警局に所属する2隻の、艦艇であり、日本の民間漁船を追尾するような形で、領海内に侵入するという、浅ましき行為を意図的に引き起こしている。あろうことか、中国政府は、自国の海警局に関する、武器使用の法改正を、2021年2月1日に施行させており、自らが、命の危険を感じ、必要だと認めた場合は、同局職員の個人携帯の重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルも合法化させた。この経緯から従来よりも容易に武器を使用してくる可能性が高まり、2017年には中国海警局自体が軍事警察の管轄下となっていることも重なって、これまで以上の強硬姿勢が予期される状況となっている。昨年の2020年11月には、来日していた中国の王国務委員兼外相が、日本の茂木外相を目の前にして、尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するから、やむなく対応していると、あらぬことを発言し、これに反論しなかった茂木外相にも、批判の声が降り注いだ。外務省側の見解によると、この時の王国務委員兼外相と茂木外相との記者会見では、日中双方が自国の見解を主張する場となっており、議論をする場ではなかったとの見方を示しているが、国民は納得していない。しかも、目の前で日本の政策を完全な否定発言をした王国務委員兼外相を放っておいた模様は全国的に報道され、それは主張を認めたと同時ことであり、茂木外相が中国語で謝意を示した点には、疑問が湧くとともに、非難も集中した。このような尖閣諸島をめぐる中国側の強硬姿勢は、今回の日本漁船を追尾して領海へ侵入したことでも明らかとなってきており、政治的観点や現場運用からも激しさを増していることは、拭いようがない事実である。2021年2月8日に開かれた中国外務省の広志副報道局長の記者会見では、中国海警局が保有している艦艇は、尖閣諸島海域で、法に基づく、正当な措置を講じていると述べている。前とした海峡法改正を盾に、あるまじき行いを正当化している。そこを踏まえて、尖閣諸島は、中国固有の領土であるとの従来の見解を示した。そもそも、中国の領土であったという尖閣諸島は、日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたものとする中国政府の持論を改めて誇示したことに対しても、弱気な姿勢をとっている。緊迫している状況下で、アメリカ国防防総省のカービー報道官は、2021年2月24日に、尖閣諸島に日本の主権があると認めて、中国の行動を非難する旨の発言を記者会見で発表したため、日本を援護したかのようであった。安心するのも束の間で、その2日後の26日には、カービー報道官は、その発言を覆すとともに謝罪しつつ、日米安保条約に基づいた尖閣諸島をはじめとする、日本の防衛に、これまでと同様に、
アメリカが関与すると述べた。当時のカービー報道官の発言修正については、従来通りに、アメリカ政府として、尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在については、その限りではないという玉虫色の内容となっており、不穏な予期を感じた。アメリカが、民主党のバイデン新政権に移行しても、尖閣諸島の防衛には、これまで通りに、その後押しが期待できると、日本では考えられてきただけに、その危険度は、計り知れないものとなっている。先ほどのカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取るとすれば、アメリカが認めているのは、日本が尖閣諸島に有するのは施設権のみであり、主権までは認めていない状態ということになる。日本にとっては、不利な方針をアメリカが堅持することを、あえて政治的に示したということは、日中関係の中で、尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が起きたとしても、アメリカの軍事的な支援を受けることは厳しいだろうという見解である。一連のアメリカの動きと前後して、日本政府は2021年2月25日に日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合には、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるとの考えを明確に示した。まさしく、現行の海上保安庁法における海上保安官の武器使用を明確化しようとする動きであり、尖閣諸島海域における中国公船への対峙を念頭に置いたものであることは明らかである。日本の海上保安庁法では、海上保安官が対峙する相手に対して、重火器によって危害を加える行動を危害射撃のみと定められているが、昨今の情勢を鑑みて、実効的な解釈に踏み込んだ方がいいと思慮する。海上保安庁法では、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止するための武器使用に関しては認められており、警察権限の一部として、職務執行上の範囲で適用されている。しかし、現場の判断で、機外射撃に限定した場合には、まず正当防衛であること、次に非常に凶悪な犯人を逮捕する場合にのみ実行することができるとされており、その解釈によって、是非が問われることになる。そのため、海上保安官は、事件前後の録画を必須義務とされている。これに対して、日本政府が示した見解は、具体的には、尖閣諸島に中国側が上陸する目的で艦艇による領海侵犯を行おうとしたならば非常に凶悪な犯人を逮捕することに該当することを意味している。さらに海上保安庁による対応だけでは困難と判断した場合には海上自衛隊に対して海上警備行動が発令されるケースでも同じく機外射撃を認めるようになっており、より抑止力として対応を強化する解釈と言えそうだ。自衛隊には、警告、威嚇、危害、命中という順番で、敵と対峙する際に、射撃をするということになっている。これすべてが、状況によると、曖昧な見解で認められており、武器使用に関する法律に関してはこれ以上変わることはないだろう。